どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、JAL がタイムセールをね、発表いたしましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、JAL がね、タイムセール発表したわけなんですけれども、今回ですね、こういった形になっておりまして、期間限定特別価格6600円からということで、かなりね、お得になっているっていうふうになりますんで、今回のね、期間利用予定ある方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、今回ですね、JAL サンクスデーということで、国内線タイムセール、人気の便はお早めにということで、特別価格6600円から、利用することができるっていった感じになります。で、今回のね、タイムセール期間なんですけども、この動画出てるのね、11月の7日になるわけなんですけども、タイムセール期間は11月の9日、0時きっかりから10日23時59分までという風になっておりますんで、まあ、この動画火曜日にね、出ているわけなんですけども、タイムセール自体は11月の9日木曜日の0時きっかりからね、開始になるって言った感じになります。で、今回のね、対象の搭乗期間ですね、2024年のね、1月の4日から1月の31日までっていう風になっております。で、今回のね、運賃もプロモーションという風になっておりまして、国内のね、運賃の詳細ね、見たい方は、まあ、こちらね、運賃表っていうのをね、クリックしていただくと、まあ、こういった感じでね、見ることができるって言った感じになっておりますんで、気になる方はね、ぜひチェックしてください。で、上の方にね、平日の運賃があって、下の方にね、休日の運賃が表示されているっていった形になります。で、今回ですね、一例ということで、まあ、こちらね、載っているわけなんですけども、羽田新千歳7700円、羽田伊丹6600円、羽田福岡7700円、羽田沖縄8800円ということで、こちらね、かなりお得なね、運賃設定っていう風になってるんですよね。で、予約方法なんですけども、こちらね、覚えておいていただきたいのは、今回ね、プロモーション運賃ということで、まあ、こういった感じでですね、スマートフォンであれば、このね、プロモーションっていう表示ですね。で、PC であれば、多分一番左にね、出てると思うんですけども、このプロモーションっていうのをですね、確実にチェックしていただいて、利用ね、していただければなと思います。で、JAL のね、セールについては、仮想待機室ということで、セール実施に伴い、発売開始のタイミングでアクセス集中が、予想されます。アクセス集中によるシステム不具合を防ぐため、セール開始30分前からセール開始、時間の間に、JAL にアクセスされた際は、一度仮想待機室準備画面で、セール開始時間までお待ちいただきます。なお、セール開始時刻のサイト混雑状況によっては、仮想待機室でお待ちいただく場合がございますということで、混雑解消後は、仮想待機室の表示はなくなりますということで、まあ、こういったね、形になっております。で、今回のね、セールはプロモーション運賃が対象ということで、販売数に限りがあり、キャンセル待ちはできないって言った形になります。まあ、こういったところですかね。あとね、結構ね、ご質問いただくんですけども、旅客施設使用料っていうのが、まあ、空港によってね、設定されているっていう風になりますんで、まあ、この空港であればですね、大人片道で、このね、追加のPFC、旅客施設利用料っていうのがね、かかってくるっていう風になりますんで、この点はね、注意してください。まあ、これね、設定ある空港とない空港ね、あるわけなんですけども、設定ある空港に関しては、まあ、こちらの費用はね、追加で、かかってくるっていった形になります。で、またね、今回、タイムセールがですね、9日の木曜日の0時からね、開始になるわけなんですけども、こちら11月の7日からですね、こういったね、ホテルのタイムセールであったり、で、またね、JAL のダイナミックパッケージも11月の7日、火曜日の朝10時からですね、こちらも開始になるっていう風になっておりますんで、この電話ね、覚えておくようにしてください。あとは大丈夫ですかね。まあ、あとはね、JAL の説明等々をね、記載されているっていった形になります。で、今回ですね、運賃表はね、まあ、こういった感じで出てるわけなんですけども、まあ、今回ね、かなりお得っていう風になっているわけなんですけども、まあ、どのぐらいお得になってるのかっていうのはですね、正直ね、これだけ見てもね、まあ、わかんない部分が多いかななんていう風に思いましたので、で、これね、どうやって皆さんにね、お得なのかをね、どうやって伝えればいいかななんていう風に思っていたわけなんですけども、ちょっとね、私の方で、1月、今回のセールですね、で、またね、今までのセールの、まあ、運賃をね、ちょっと比べられる表をね、作成させて、
いただきました。まあ、今回のね、1月搭乗分の、まあ、こちら平日と休日。で、前回、前々回のね、11月搭乗分の、平日、休日、12月の搭乗分のね、平日、休日っていう風にね、運賃になっておりまして、一応ね、東京と大阪、ですね、あと札幌、名古屋、ちょっと作らせていただいたわけなんですけども、まあ、これで見ていただいてもですね、かなりね、1月搭乗分、まあ、今回ね、オフピークにはなりますし、まあ、北海道方面はね、雪結構すごいと思いますし、まあ、沖縄方面もね、海はちょっと厳しいかなっていう季節だと思うんですけども、見ていただくとね、まあ、わかる通りですね、東京から札幌であれば、7700円、平日でも休日でもね、7700円の設定されているっていう風になりますんで、まあ、今までのセールとね、比べましてもですね、かなりね、お得にね、利用することができるって言った形になっておりますんで、これね、表作ってて思ってたんですけども、まあ、今回のセールね、多分ほぼほぼ今までのセール、まあ、今年、まあ、11月、12月分しかね、ちょっと比較入れてないですけども、同じ価格、もしくは、それ以下っていう風になっておりますんで、前回、前々回のセールより、まあ、今回のセールね、高く設定されてるっていうところはね、おそらくないんじゃないかな、なんていうふうに思いますので、まあ、今回のね、セールかなりね、おすすめっていた形になっております。東京、札幌でもね、片道7700円から、大阪であれば6600円平日だったらね、まあ、休日だとね、7700円になるんですけども、まあ、東京、福岡もね、平日7700円。休日ね8800円、東京沖縄ね8800円、平日休日ともにねこの設定っていう風になるんですよね。11月とかね12月とかね1万円超えてる日とかもねありましたけども、まあ、今回のねセールに関しては、まあ、1万円ね両方とも切ってきてるっていう風になりますんで、かなりねお得だと思います。でまたね広島とかも6600円と7700円、またね石垣とかね、宮古とかもね、今までね、基本的に万超えてくるね、この東京、宮古、石垣路線に関しても、今回はですね、8800円とかね、9900円とかで、利用することができるっていう風になっておりますんで、めちゃめちゃ安いですよね。はい、ぜひね、この機会に、利用ね、してみていただければな、なんていうふうに思います。で、こちらはね、札幌、名古屋、大阪方面のね、一覧なんですけども、まあ、こちらに関してもですね、今までのね、11月、12月のセールに比べると、安い、もしくは同じ額、みたいなね、まあ、そういった感じになりますんで、まあ、ここ最近のね、タイムセールに比べると、まあ、かなりね、お得に利用することができるっていうふうになっておりますんで、こちらね、ぜひ利用される予定のある方はですね、今回のセールね、かなりいいのではないのかな、なんていうふうに思います。まあ、ここら辺とはね、ここ1個安いですね。はい。大阪、石垣。これが12月搭乗分7700円でしたね。はい、失礼いたしました。まあ、これぐらいかな。本当にね、やっててね、これ高い運賃来るのかなっていうぐらいね、はい、非常に安かったんでね、ぜひね、こちら利用してみていただければな、なんていうふうに思います。ということで、ちょっとね、簡単な動画にはなりましたけども、11月の9日0時きっかりからですね、JAL のタイムセールね、開始になるっていう風になりますし、またね、今回のタイムセールね、非常にね、安いっていう風になっておりますんで、ぜひね、利用される予定のある方はですね、0時きっかりにね、予約していただければな、なんていう風に思います。やはりね、この JAL のね、タイムセールはですね、かなりね、混み合うっていう風になっておりますんで、ぜひね、0時きっかりにね、スタンバイして、利用ね、してみていただければな、なんていうふうに思います。ということで、今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますので、ぜひねチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。